ASD の社員からパワハラされています。こだわりを守らないと長時間怒鳴られます。課長に先輩と話し合って先輩に何にこだわっているのか聞いたり怒鳴られてつらかったと先輩に伝えてみるのはどうかと,と提案されましたがうまくいく気がしません。こういう場合どうしたらいいんでしょうかと。こういう場合はですねあの、課長がまずよく分かってないと思うんですよね。<laughs> よく分かってないと思うんで。 お前がやれよって話ですよね。そんなこと言うんだったら。<laughs> あのだから、人の立場からそんなこと言ってもうまくいくわけないじゃないですか。そしたら、課長がやれよって話ですよね。うん、でも、課長はやんないんでしょうね、うん。自分は関係ないと思って、ちょっと無責任な課長なのかな。うん、そうだよね。課長が間に入らながおかしいよね、とか。だから、まあ、課長がね、本当は、その社員に言わないといけないと思いますね。 だからパワハラをされていて、そのパワハラの苦情を言わなきゃいけないし、かつそのパワハラを放置してるんですよね、課長が。だからまあ,あの、二重の問題っていう気はしますけど、そうしたらもう課長にそれ、ね、うまくいかないと、課長よりも,もっと上の部長に相談するしかなくなっちゃいますからね、これは。なんか課長がちょっと悠長に構えすぎかなという気がしますね。はい。